鈴木義弘は、日本の実業家。NEC 副社長や、日本インダストリアルエンジニアリング協会会長、経団連規制改革推進部会長、行政改革推進本部規制改革委員会委員、等を歴任した。1959年一橋大学小学部、卒業、日本電機入社。日本電機企画部長、日本電機副社長、日本電機特別顧問。 NEC 総研理事長、国際社会経済研究所副理事長、経団連規制改革推進部会長、行政改革推進本部規制改革委員会委員、公正取引委員会独占禁止困和外社会的、規制等ワーキンググループ委員等を歴任。1997年日本、インダストリアルエンジニアリング協会会長、2000年問題への対応を提言するなどした。 2012年廃園で死去。鈴木義弘プロフィール h m v b o o スオンライン12コン和会研究会投稿制取引委員会日本 IE 協会の歴史日本インダストリアルエンジニアリング協会 NEC 鈴木特別顧問日本の政歴2000年問題対策の立ち遅れを指摘アスキー1998年12月7日0時更新 元 NEC 副社長の鈴木義弘さん死去、朝日新聞デジタル2012年11月13日3時。ありがとうございます。